どうやら心配はないようです。感じます。意識の乱れではなく、純粋な衝動で加速する気の高まり。悟空さんは今、ただひたすらジレムに、いえ、戦いそのものに全身全霊をぶつけ続け、己を熱く激しく燃え上がらせているのです。宇宙の消滅、力の差、迷い、焦り、恐れも、その炎の中で無へと乖離、感じられるのは己と相手、そして戦い。やがてそんな認識すら霞んで消えゆくほどに、熱く早く本能よりも深い領域を突き進む、その先にこそ